まあもうここのオリエントパールに住み込んでいると。そうですね、ここでもう5年経ちますね。うわ、風がちょっと風がバタバタ言います。ちょっとそしたらちょっと場所を変えてな、中でもいいです。あ、そうですか。中を。この風の勢いがねないと思うんで、ちょっと続きをですね、中で撮らせていただきたいと思いまして、移動はい大丈夫です。でどんなフィリピンの移住生活をこう見させていただ、まあ現在もあれですけどね、はい、いうことで、ここがですね、はい、ここがカルボ先輩の移住先、前も撮らせてもらいましたけど、はい、こういう感じでね、ここに、はい、雨が漏れてると、電子レンジも買われてますやん。買ったんですよ、これ買うまでね、半分かかったね。悩んで。この小さいテーブルとテレビと、テレビなんか見ます？見ませんね。ね、YouTube をね、これベッドと、もう冷蔵庫も、冷蔵庫は初めからか、うん。これ2階がロフトみたいになってて、ね、まあでも使ってない。3人はよく寝れる。3人は寝れる。よくね。まあ前も映しました。ここはね、こうちょっといろいろとこう服かけてあって、ちょっとこっちをね、これ前もお見せしましたけど、こういうここでね。炊飯器米もあって、まあコンパクトになってますよね。一人やったらね、これシャワールームが奥にあって、これトイレとね、トイレがあれでビデ付きやからいいですよね、本当に。まあこういう中でちょっと生活されてるんで、ちょっとほな次の質問、ここで座ってもって、ここでこうしましょうか。これこんな感じの、まあ生活感出ていいですか。全然めちゃめちゃいいです。洗濯物をして生活感がまた着るからね、もう、あれ畳まんと、もうこの他取ってるんですよ、ね。なるほど最後生活感溢れてます、顔が暗いかな。ちょっとほな風のない方に移って、まあ、次のご質問は、まあほなフィリピンに移ってこられて、まあもう移住、そうですね、もう完全に移住されてみたいな感じ。そうですね、6年ね。もう6年、うん、まあ日本帰るのは年に1回ぐらいとかね。そうですね、半年、まあまあ大体半年に1回、2週間ほど。2週間ほどは、気分転換兼ねて。気分転換兼ねて、健康診断とか。あ、日本で健康診断。そうです、保険入ってます、ね。なるほど。こっちの生活はどんなんですか。僕はこっちのその生活ルーチンみたいな生活ね、大体規則正しいですね。起きるのはね、大体もう朝6時、それからこのスマホで日本のニュース見て、コーヒー飲まって、それで7時半頃から2時間ほど、散歩とかね、ウォーキング運動、そういうものに1回ですね。で帰ってきて午前中忙しいですね。午前中帰ってきて洗濯したりシャワーしたり、で昼のたまに料理もして食べるからね。外食の時もあるけど。それで午前中は忙しいの結構ね。でご飯食べ終わってから昼から暇で、また昼寝しもって YouTube 見たり。なるほど。さっきのねとこで。そう、昼寝してね。それで夕方、まあ日本の知り合いも住んでるから、ビリヤード行ったり。ビリヤード行って。今ここでビリヤードじゃなくて、ここじゃなくて、ここ別のとこで、別のとこで。なるほど。で、まあたまに海に泳ぎに行ったりね。海ってどこの海ですか。この近所。この近所。その友達と知り合いっていうのはね、バンカーボード持ってるんですよね。そうなんですか。で、バンカー乗って、いや、昨日、2、3日前もサバンのビキニバー行こうって言ったら、ビキニバーなかったね。海から行ったんですよね。海から行ったよ。まあ今修理中やから、帰ってきて、それ釣りもしたり、そうやって日に一日潰します。悠々自適な、そうですね、まあこれから
多分ね、あのカルボ先輩のファンの人とか、まあ、あの興味持たれてる方はもうこっちでどんな風な生活されとんかいうのすごい気になってると思う。実際ぐらい いくらぐらいのこう、あれで、でどんな風な、まあ、生活、この部屋はね、さっき取ったんでいいと思うんですけど、まあ移住生活ってどんなんですか、移住生活。移住生活とは、あ、金銭面ですか。まあ金銭面と、うん、あのいろんなその精神面とか、まあね、ストレス面とか、うん、まあ精神もストレスも一緒ですけど、ストレスってね、そんなに、あ、このままね、ここ停電多かったね、あれが一番ストレスですね。1日4時間、道路が4時間、午前中4時間停電して、また昼から2時間停電して、また夜2時間とかね、こんなんだったから、もうそれがこの1週間なくなったんで、だいぶ違いますけどね。まあ、だけど私はフィリピンが楽しいです。もうまあ、その停電以外は今やったらもうほな停電回復者がストレスなしみたいな感じですね。そうですね。で、まあ、あと、まあ、よく言えばやっぱ食べ物かね。食べ物、やっぱり日本人やから日本食がね、食べたいです。たまにマニラ行こうって、マニラ行こう、この今物価高でね、船も往復したら3000ペソ、3000ペソって今のレートだと7500円からね。ちょっと気軽に行けるかっていうような。あ、そうか。バンカーボート650ぐらいですもんね。バンカーボートじゃないし、ボートはね。C カットは。そっからがね。そうか。C カットで言ったらね、1500なんですよ。片道。今高なりましたね。昔800ぐらいですよ。あれ、1800でしょ。そうそう。このコロナ、この動き出しから、待ってっぺん上がってね。それも、だから今片道で1500するんですよ。ああ。東北で3年ですよ。今のレートで言ったら7500円。ちょっと気軽にね。気軽にはちょっと行けない。そこでホテルも上がってるしね、ホテル代でしょ。まあでも、でもそこは円安でしょ。円安で、これきついでしょ。まあ、10万円両替しても8万、え、10万円両替で4万ペソやから、そうです ね1割以上、9万、お前、10万円両替でも9万円以下の金額やもんね。そうかそうか、きついですよ。で、私はまあ次の計算では10万円、10万円、うん、10万円の予算を10万円としたんですね。 10万円、まあ今の例だったらちょっとオーバーするぐらいですね。あ、昔まで4000、あ、ね、ま、1万円が4600、700っていう時やったらあれやったけど、今も4000ペソ、こっちでやったら4000ペソ切ってるからね、この島ではね。3900、それやったらちょっと予算オーバーになってしまう。 そのうちのここの家賃が1万8000言ってました。12000、1万2000、あ、今1万2000、私は長期やから、そうかそうかそうか、うん、あれ3ヶ月やんなやったら1万8000、いないやったら1万8000、1万8000、私はもう6ヶ月以上、もう1年、もう6ヶ月、1年以上の契約やったらもう1万2000、うん、ここが、うん、この家具付きで、そうそう、それめちゃめちゃいいですよね、うん、家具付き、これは私物ですよ。これここエアコンあるんですか。上ついてます。あ、 上、うん、上からこう降りてくる感じ。そうそうそう、まあ普段あんまりエアコンは使われない。いや、寝る時だけ、うん、それもね、夏場だけね。もう冬になったら1月、2月とかやったらエアコンいらないから。電気代どのぐらい使うの、エアコン使って、寝る時だけエアコン使って、月、電気代。1000ペソぐらいですね。1000ペソぐらい、めっちゃ安いですね。うんうん、私なんかもう5000、5000、6000、普通ですよ。日本より高いですよ。私もう部屋の側のほとんど外でしょ。ああ、そうか。扇風機もかけなくて、エアコンも使えん、昼間は。ああ、昼間使わへんから。うん、あと冷蔵庫だけ。この間バギオ行って分かったのは、バギオは一切エアコンいりませんわ。昼間の暑い時、部屋にいるんやと言うのは、夜もう寒いぐらい。あ、そうですね。私も一回行ったことあるんですよ。ああ、うん。そんな感じですね、ほ、うん、あ、ほんな電気代、水道代も知れたらもう500ペソとか。それなんか、500、込み。あ、水道代込みか。うん、水道代込みで1万2000ペソ。うん、水道込み。もうそしたら、水道なんてほとんどいらない。住むところの基本は、ほなもう1万3000ペソですよ。そうそう。で、あとはもう食費だけですよ。食費と遊び代だけ。そう。まあ、そうですね、この飲み代。ね、1万3000ペソってなんぼでした、円で。今のレートでかい、1万ペソじゃ2万5000円でしょ。4万円ぐらい。2万5000円、え ?1 万ペソじゃ2万5000円で、3万ちょっとかな。3万2500円。まあ、1万円が4000ペソとしたらね。1万円が4000円としたら。うん、
3万円ちょいで、うん、7万円ぐらい、予算7万円、うん、食費と遊び代で、うん、十分いや米、うん、1キロ、まあ、約50ペソでしょ。50ペソだったら100、今までで1キロ120円にしたら120、米はだいぶ持ちますが、米は安い。米安いですよ。米安なります。1キロ50ペソです。安なりましたよ。米は安なった。もうこのコロナから。米は安なった。米だけ、あとみんなでこうなった。今高なって。うん、はあ。ほんでこれあの、買い物はもう神田場。神田場。ガス場。ほんでそこのあちこち。あちこちの、うん。肉なんか買うたら神田場。そうですね、神田場がまあミートショップ。あ、ミートショップ一番もなんかね、なんかあ、一番もね一番あるけどね、あ、ちょっとこあれですもんね、早高ってるとかね、うん、野菜なんかは一番一番、あ、まあ、めったに食費は、ほな、もし遊びなしでやったら食費ってどのぐらいなのか食費、まあ、そうか、難しいですよね、うん、まあ、7万円遊び、いや食費なんてもうほんまに遊びせんと、本当にここでブラブラして、うん、自分で自炊してやったら多分もうめっちゃ安いですね。安いね。家計簿つけた時ね、一回3万なん、4万ペソ以下の時もありますよ。食費が？いや、生活費、家賃も入れて。家賃も入れて。ということは1万3000円で1万7千。え、ちゃうわ、それ2万7千か。3万やからね。あ、2万7千。7万円か、うん。レートによって8万円ぐらいで生活できるんですね。ああ、1ヶ月8万で。うん。あ、今ちょっと円安でちょっときついけど、うん、まあまあほな10万もあったら余裕ですよね。ちょっと遊びも入れて、そうですね、10万円から11万ったらで遊びがまあまあ5万、私あの円というよりは5万ペソの予定です。あ、5万ペソね、1ヶ月ね、うん、5万ペソだったら十分ですよ。そうですね、うん、1ヶ月5万ペソならもう十分、今のあのカルボ先輩の暮らしはできると、そうね、為替によってね、5万ペソ言ったら10万円の時もあれば12万円の時もあるし、13万円の時もあるしね、為替によって。ここで、まあまあ国からもらえる年金とで、貯蓄とで、うん、そうそう、まあこれは回していける、うん、もう死ぬまで一応、切れましたね、停電になりましたね。さすが、さすがこのインタビュー中に停電、さすがプエルトガレナ。でもこのライトがあってよかったですわ。そうですね。国からもらえる年金とあれでも、もう今の計算上はもう何十年もいけるわけですね。いけますね。もう、うん、まあ、言うたあれで死ぬ、ま、死ぬまではいける。死ぬまではいける予定です。なるほど。まあ、あと50年もいけんかったらね。あ、まあまあ50年は早くですわ。あと10年、あと15年ぐらいは。10年、15年は余裕やった。余裕というか、まあ、いく。全然いける。計算上は。あ、生きるのは？うん、いや、まあ、まあ、あと15年で80歳ですよ。80歳で、まあ、まだ、なんとかこのペースでいけるかな。あ、いけると、うん。最後となりましたけど、ここ、オリエントパールの居心地みたいな、あと、どんなんですか、ここに住んでて。いいですね。うん。うん、もう、わかん。私らあんまり音が復活、あ、復活、5分ぐらい、5分もかかってない、ね、5分もかかってない、もう1分で、これぐらいやったら、このぐらいやったらね、まあ許せる、全然許せますね、うん、私らでね、こんな言葉達者じゃないからね、まあここ、コトさんがいてるんでね、でもう分からんことだったらほとんど聞いてますよ、うんうんうん、だからそれにはもうほとんど問題ないですね。あ、うん、ここで、ここはここは、うん、ここは住むには、まあ、この同じ、住むとこ地元でもまあ分からんことあったらコトさんの聞きに行ったら、ここへ来れますからね、うん、近所に安いとこ借りて、飯食いに来たらね、飯食いに来て、ね、話したらね、でも別のとこやったら、まあ、また家具も買わんとあかんしね、うん、大変ですもんね。まあ、ついてるとこがあるか知らんけどね、うん、あ、そうか、貨物のとこはまあ、バイクも持たれてるから、バイクとあのガソリン、バイクの維持費とガソリン代もかかるんですね、うん、家具もある。それ、まあ、今ねガソリン日本より高いけど ね、うん、高いけど、うん、それでも知れてますよ。知れてます、うん、ガソリンなんて、あのオンバイクなんて1リッター50キロほど走るからね。あ、そしたらこのオリエントパールに住むメリットは、まあまあこうやって気楽にできるし、うん、なかったらコトさんにも聞けるし、そうそうそう、うん、言葉通じるからもちろんね。で、いいのはこう入れ替わり立ち替わりでいろんなお客さん来られて、まあ中には親友になっていくお客さんもね、今いますもんね。そうね、全てこういう今のね、カルボダイバーさんもね、全部ここでしてやったよ。ほんまですよね、いや、びっくりしました。僕はもう1週間、2週間の滞在を持って、もうどのくらいいらっしゃるんですかって初めて会った時ね、
いらっしゃるんですか、と。今で3年やな、言われて。ええー、言うて。そんな方いらっしゃったんやって、全然コトさん紹介してくれる。びっくりした。本当にプエドガリアで6年でね。で、このオレンドパウでも、この10月か。で、もうね、10月、来月、再来月でもう5年来ますからね。もう それから1年、ちょっと、去年ね。から今年にかけて、日本帰ってたのに10ヶ月間留守にしたけど。ああ、そうかそうか。日本でね、帰ってこれなくて。で、私のライブの9月、去年の2021年9月のソフィテルホテルからのライブで、大阪から見ていただいて、涙をしていただきまして、ありがとうございます。ね、あの時に涙した方結構いますね。あの南原さんの歌がちょうどハマってね。あの時は。あれから結構皆さんとこう、あの視聴者の皆さんとか YouTuber の皆さんとこうなんか距離がぐわって縮まりましたね、うん、今やったら別にそれね、涙すると感動せへんけど、あの時行きたくても行けない時、本当にね、行きたくても行けない時にあのナンパラさんの歌すごいですよね。なるほどなるほど、わかりました。最後のこう座右の銘みたいなの持たれてます？いや、うん、別にそんな難しいもんないです。そのまあまあこういう精神で生きてるみたいな、まあ座右の銘まではいかなくても、うん、もう、要するにここはフィリピンやからフィリピン人に恨まれんような人が思って、フィリピン人に生まれない、いや、あ、恨まれないもうほんならフィリピン人に対してね、うん、もう、ま、面と向かっても悪口は言わないしね、もう常にニコニコスマイルで、もう話聞いたら、もう言葉ね、わからんときはあるでしょ、わからんときは、なんせニコニコして、なるほどなるほど、もうやっぱりフィリピンに住んで移住しさせてもらってるんやから、そうそう、うん、もうその国のね、フィリピン人に対してはもうスマイルで行こうと、そうね、それがまあこの長期滞在、いうか移住の、海外移住の秘訣みたいな、ね、まあ秘訣でもあるわけですね。まあね、まあ、まあ英語言うたら悪いけど、まあ感謝ね。あ、感謝の気持ちを持って。もう済ませてもらえたから、俺は外人だから、ね。そうです、外人やから。うん。ありがとう。なるほどなるほど。常にありがとう。はあ。感謝。なるほど、わかりました。そういうつもりです。あ、はい、海外移住のポイントと、うん、フィリピンへ。フィリピンへの感謝の気持ちを持って住んで、まあニコニコで行けば、まあまあ、ある程度はもうほぼ大概のことは乗り切れるという感じですね。はい。ということで、長くもうよ取り出して、まあ、編集関係なしですけど41分になりました。 あと編集でいろいろやりますけども、これ2部構成でやりますわ。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。オリエントパールに来られましたらね、このカルボ先輩が常に住まれてますんで、来てこのカルボ先輩の人生録なんかみたいなね、具体的にもう飲みながらいろんな話聞かれたらいかがかなと思います。でコトさんもいるしね、カオルさんもいますし、でまあ、今やったら関口さんも長期滞在でいますね、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ほんまね、はい、しょうもない話で、いやいやいや、しょうもない話でこれで終わらせていただきます。はい、お越しください。プチ移住体験できますよ。